はい、どうも、クレジッピーでーす。本日の企画なんですが、今野球シーズンが始まってきてですね、ヨンドマックス、レガシーですね、トップバランスとミドルバランスですね、使ってきました。今年はね、この日本でですね、行くっていうことだったんですけれども、まあ、練習とか試合でね、持ってみたり振ってみたりした感覚なんですけれども、やっぱりどうしても僕はトップバランスの方が使いやすかった。チームメイトにですね、貸し出すっていうのもあったんですけども、あまり今使う方がおられなかったんですよね、このミドルバランス。すごいいいバットなので、まあ、実際ね、何人かは使ってるので、使った後にはなるんですが、このチャンネルでですね、お譲りすることにします。新品じゃないので、まあ、プレゼントをドーンっていうわけではないんですが、僕が使わないからといって、すごい悪いバットっていうわけではなくてですね、まあ、皆さんご存知かと思いますが、まあ、今すごい飛ぶバットとしてですね、やっております。気になされない方、はい、もちろんこれ掃除してねお渡しはするんですけれども、使ったものになるのでいろんなところに打痕がついてます。その辺気になされない方ですね、ぜひ応募してもらえればと思います。でこれ見てもらったら分かるようにタイカップに改造してあります。リザードスキンのグリップ使ってますので、ご自身で買いになられるとかそういうのしてもらえればいいと思いますので、とりあえずタイカップのリザードスキンがついたままのこの状態でお譲りするっていう形になります。これの応募方法なんですけれども、よろしければチャンネル登録、ベルボタン押してください。そのコメント欄にもちろん以前ですね、募集した企画、外でやる企画などは随時やっていきますが、お家でできる企画、こういうのを紹介してほしい、今後そういったね、何か調べてほしいってことがあれば、僕も勉強して皆さんに伝えればよと思います。なので、このコメント欄に、ステイホームでもできる企画ですね、何でもいいので、で、その中からですね、僕が気に入った方に、ビヨンドマックスレガシーをお譲りしたいと思います。何回も言いますけど、僕の使った後ですので、その辺のご了承をお願いします。5打席立ってないぐらいですね。ぜひ使ってもらいたい。はい、僕はもうトップバランスで十分なので、このミドルバランスの方。これ、長さ一応84センチのモデルになってますので、はい、ぜひご登録お願いします。最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。この動画、良かったなと思う方は、グッドボタン。良くても悪くても、チャンネル登録、よろしくお願いします。バイバイ。